でね、魔王ね、もしかして講師になっていただけるかなと思って。それで言うとな、レリアもすごくてな。ノーレリア、貴どう様しはやはた？りな、激思考には一加減あるだろ激思考？激思考は今じゃない。う。何をしておるのだ？心理カウンセラーっていうのは、心理カウンセラーどうしたの？の逆に。仕事をやってるんですか？まあ、せっ今でかくね。だからいろいろ顔を間広げ違よえうと思ったんそうだなんが。だ。あの人知ってる？あのそおれっ団て子。お店があ知らるっんぞ。てよりかあのは、人、なんだろ結構、構、個人で10ヶ月行っぐらいたりするわけ眠りじゃないについてたんだけど、久しぶりに起きてきたっぽくて、最なる近ほど。1、2ヶ月ぐらいね。なるほど。あの人、そう、あの人聞きたい人ね、お話をす結構、る。心療内科的なカウンセどうラーいっのた人で、類のなるほど。そう全部そう、なんあですか、の、なんか、別に知らない人だったら、よはいなんはい。か喋ってみたら。レニア、私どうした、そんなに。私に振らないで。あいつやばいから。ちょっと魔王にお願いがありましてね。お願いとかしちゃって大丈夫なのかな。我にお願いか？そうですね。お願いというか、ちょっと興味があるかどうか、そのご興味があるかどうか聞いてみたいんですけど。おお、良いぞ、良いぞ。いいですか？ちょっと、じゃあ、聞くせっこかとをく許だ可から、あする。りがとうございます。じゃあ、後ろの、お二人にもちょっと交えた上で、ちょっとよろしいですかね。まあ、構わんが。すいません。ちょっレリアとおよ。話、参加してほしいことがあってですどうした？店員ね。が聞いてほしいって言うからな。聞いてほしいこと、私今この町に大学を作ろうと思ってるんですけど、すごい。その大学がね、8月の頭ぐらいに多分できるんですすよ。げえ、もうすキンごキン、だいぶそれキンは本キ当ン。普通にすごい。あ、だでからす、さっき。素晴らしいな。そうで、それで、その大学ができた暁には、第1回の、一大イベントをやるんですけれども、そのイベントを皮切りに、それ以降ですね、大学の中で講義をですね、継続的に行っていこうと思っていまして、おお、いいそこな、でね、大学っぽい。立っていただく講師の方をね、今ね、少しずつね、募集をかけていて、お声がけしてるんですよ。でね、魔王ね、もしかして講師になっていただけるかなと思って。なんだ？何学の、科の？こ何の学町の民に、魔王の何かこう、お話をするのはどうかという、ご興味あったりします？帝王学教えられる。帝王学ではない。帝王学というか、魔王魔王学だ。学というか。魔王はい、学魔だ王ね。学。魔王学にするか。僕興味のござ私いまのす。魔王学だ。今日おもろいね。いかがですか、魔王。まあ、どうしても聞きたいということであれば、対価を払えば、話してやらんこともないし、それで言うとな、レリアもすごくてな。ノーレリア、貴どう様しはやた？はりな、激思考には一加減あるだろ激思考？まあ、なんだ？激激我に教えてくれたじゃないか。激思考は今じゃない。いやいや、このタイミングでなく、その、レリアの詳しい分野はやはりな、言激思考だよ。言葉が、激しいよ。待って待って、レリア、レリア何を言ってるんだ、ジョ魔王に。バ、まあまあ、ジおョバい、後で言マった。後でジジョかよ。バ。うん、だからな、レリア、さんそれ、貴様もな、激思考学をな、教えればいいのに。あれだよ、だお前から、マジで。そういうことで、そういうことで。そっち学ね、そっち学。うん、なるほど。なるほど。やっていただけますか、レリアさん。まあ、おめえ。いや、まあ、確かに、そうか。まあ、どうなんだ。趣味で絵を描いたりとかもしているんですけああ、いや、イラストは素晴らしい。芸術家か？素晴らしい芸な、術レがリいいんじゃないか。ア。芸術の方にしたら。いや、それにもっとつく、なんかその絵に対するものっていうより、自分の考えた妄想を絵にするのが好きっていう、どっちかというと、そう、芸術的っていうよりは、これを描きたいからっていうより、これを妄想します。誰も描かないから、じゃあ私が描くっていう。なるほど。自分のお思いを具現そう化するいことができう、る。そうですね。あ、レ素リ晴アらしい素です晴らしいぞ、本当に。素晴らしい。道連れにした名前。じゃあ、レリアさん、よかったら連絡先交換させていただいて。かかってますよね、流れね。何も問題ないはずなんだよな。今、とにそうかく。ですね。おっとっと。はい、ありがとうございます。あ、実際講義が行われるのがいつになるか、あ、受けれます。はい、わからないんですけども、その時はぜひね、先生になっていただいて、この町の皆さんに向かってね、その妄魔王想を学具現と化激す思る、考か？お話しいただけたら嬉しいなと。なるほどね。はい。そうですね。なんか、なんだろうな。うん。一応、報酬もらえるとか、そういうのはありますか？あ、もちろん、最低限の登壇いただく際の報酬プラス、その時の聴講者の方からの投げ銭。
ああ、なるほど。投げ銭もあるんだ。ああ、なるほどな。はい、そうですね。で、最低限の、報酬については、現金もしくは、お立場によっては、地域貢献ということも可能です。なるほど。はい。いいじゃない。ね。ちなみに、ね、今ね、お声掛けしてるのがね、はいはい、バイバイ草の塚山さんにですね、麻雀講座やっていただこうかなと思っていたりね。もう激しごめんなっちゃう。アドミゲスハンさんにレース講座やっていただこう。ここまでまともなんだよな。助けてくれ。いろいろと お声掛けしているところなんですよ。はいはいはい、ただもちろんね、魔王学とさ、はい、激しご学。歴史は誰が？歴史リリアさん？ああ、私ですか？ああ、私。ああ、歴史は激しご。激思考学、はい、激思考学、魔王学、レース学、魔王者ね。そうです、とんでもない大学ができちゃった。生徒いけるか、それ。それ生徒、生徒来る。まあでも、何を言っておる。魔王の話が聞けることなんてな。うん、ああ、まあそうか、うん、来るのか、まあね。魔王はそうかもね。あともし、魔王やね、レリアさんご負担でなければね、スライド資料など作っていただいてもね、それ提示する方法も用意しようと思ってます。激しくスライド資料、ぜひ資料出しながらね、ご講演いただけると聴講者の方も分かりやすいかなと。激しくスライド資料、はい、確かに分かりました。まあそれはちょっと本当に普通に面白そうなので。あ、本当ですか。うん、あ、すごい嬉しいです。うん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 、ぜひね、1回目のこう、講義というか、その1回目はちょっと学会形式みたいな感じで大々的にやるんですけども、せっかく興味持っていただいたので、1回目にね、ご登壇いただく方をちょっと紹介したいんですよ。これテンション上げていただくためにね。ああ、なるほど。1回目ね、8月の頭なんですけど、予定が、ね、市長にご登壇いただくことが決まってるんですよ。そんな栄誉あるところに激進してる、はいはい、市長と、あと当日はね、1回目はね、たくさんの方に登壇いただくので、うんうんうん、市長が基調講演で、あとはね、ジャック・バウア所長、あとはね、猪田隊長、猪田隊長と影丸井局長、これダブル登壇ですね。なるほど。あとはね、ギャングからね、ウェスカーさんが登壇いただくことになってますよ。はい、そうなの。そう、資料を作ってくださるらしいですよ、ちゃんと。そうなのか。そう。あとはですね、ダイナーの今井さんが飲食について熱く語ってくださるようですね。なるほど。ちなみに場所とかって決まってるんですか？場所はね、この街の西にある、はい、ロスサントスユニバーシティという大学があるんですが、あるのも。そう、あそこの大学の別館をですね、丸々買い取りまして、そこに今ね、大講堂を作ってるところですね。それで、ね、2回目以降、2回目、3回目、4回目で、今後ね、1ヶ月に1回ぐらいのペースで続けていこうと思ってますので、その際にぜひ魔王とレリアさんもぜひ。素晴らしいな。ボスも出るわけだな。いやー、ちょい連絡する。良い話を聞けたな。はい、うん、そうだね。よかったね。うん、まあ、ね、よかった。会、えて、ー、よかった。ジョバもよかったね。うん、よかった。大学が楽しみだ。いやー、レリアはな、本当に。我には知らんものを知っておるからな。いやいや。一目置いておるんだ。でも巻き込んだって絶対。何を言っておる。絶対そうじゃん。